おはようございます。モコフィットネスです。今日、ちょっと軽く朝方雨降ってて、まあ、いつも通り SST やって、これからモコ練で、今日兄貴が出れないっつって、ケンさんが走れるっつって2人で走る予定だったんですが、とてもじゃないけど、ローラー台10分乗ったら激沈です で、よくよくカレンダーを見たら、1ヶ月間、トレーニング、完全休養の日を作らないでずっとやっていて、で、皆さん、こう、ポイントです。かなりハードワークで頑張ってる人たちは、まあ、字で取れって本にも書いてあったんですけども、4週頑張ったら1週抜く週。または3週頑張ったら1週抜く週。まあその各自の体力によって変えるんですが、前回の完全休養をしたのが4月の終わり頃、1ヶ月以上ずっと止まらずにやってたんで、今日は完全休養になっちゃいました。もうとてもじゃないけど、もうトレーニングので疲れがどっと出てます。はい。でね、これから、ちょっと晴れたら、あるね、今日のタイトル通りですけども、自転車を、勤務先に取り行きます。今、勤務先にね、新しい自転車があるんです。それでは、レッツゴー！ Oh, my baby. Got me You get to fly with me I can take you down for a ride I take you around my life Jaywalking, crosswalking, lip-locking But you, I know it, you know it さて、これから約40キロぐらいの、車の旅、これで自転車が落ちず行くんでしょうか。もう落ちちゃったら困っちゃうんですけどね。高速道路も乗ります。見物ですね。レッツゴー。はい、着きました。走行距離としては、30キロぐらい走ってきて、見てください。じゃじゃーん。全然微動だにしませんでした。ガタガタもしないし、やっぱり専用のネットを買っただけあります。で、ネットもこの上に乗っけるキャリアも CL リンクというお店のものを使ってます。こういう荷物を本気に乗せるのは、まあ本物、ね、偽物本物って、まあわかりますよね。ちゃんとしてるメーカー。ここはね、きちんとしたメーカーで揃えました。なので、自転車運びすると、いや、ね、屋根乗っけるっていうこの一つの提案としていいと思います。さて、これからね、実は、タイトル通りです、おニューバイクです。これで BMC バイバイです。交換です。はい、今勤務先に来て、そうで、今日それ取りに来たっていう経緯です。さて、その自転車とは、まだ見せませんよ。で、まだ出来上がってないんです。ゆっくり作り上げていこうかなっていう形なんで、めちゃめちゃかっこいいっすよ、マジで。で、これからちょこっと雑談の後ろにあるルックを、今この新しい自転車にまず置き換えて、これからのちょこっと雑談は、このニューバイクになります。早くね、作って乗りたい。はい、今家に帰ってきました。はい、結局ね、無事に何の、不安感もなく、積んで戻ってきました。何度も言いますけども、高速道路にも乗りましたけど、全然問題なく、走ることができました。さて、本邦初公開です。超ワクワクです。これから下ろします。
お疲れ様です、今日はですね、勤務先まで行って、で、あの後ね、幕張のコストコというとこに行ってきて、実はね、こんなもん食べてるんですよ。すごいでしょ、ソフトクリームに。なんかね、700円ぐらいのね、サラダがあるんですよ。めちゃめちゃうまかったというかね、めちゃくちゃビーガン的な味なんですよ。なんすか、そのビーガン的な味って何？そんなことよりもですよね、もうこんな茶番劇はやめろって話ですよね。はい、じゃあご紹介したいと思います。僕のニューマシンです、どうぞ。はい、こういうことやってみたかったんですよ。ね、こういうなんかジャンプして場所変わるとか、ないものがいきなり出てくるとかね、意外にやったことないんですよ。やってみたかった。もうこれで今日の目的は果たして、はい、コルナゴですよ。コルナゴの黒森です。これが僕のニューマシーンです。じゃあちょっと見てみましょう。はい、コルナゴの、黒森、名前は実は僕全く分かりません。レイゾっていうんですかね、ここに書いてあります。はい、レイゾでいいんですかね、詳しい方は、いっぱいいると思います。はい、で見てください、コルナゴ専用のクランクです、ございます。で、一応なんか前のオーナーがティアグラで仕上げてるので、まあ今のところティアグラになってますけども、まあ、見栄張りの僕は、何をつけるのか、これからいろいろ考えていきます。はい、フロントを見てみましょう。フロントはですね、このようなコルナゴのマークですね。はい、で、皆さん確かコルナゴの、フォント、こちらが好みだったって方が多かったんではないでしょうかね。これね、コルナゴっていうフォントが変わって、あ、微妙だなっていう方もいたみたいなんですけども、まあ、最近の、カーボンロードフレームに対しては、今のフォントはありなのかなとは思います。ところがこういう黒森町の、ロードバイクはやっぱりコルナゴっていうこのフォント、すごくシックで、なんかね、この古い感じがね、すごく、いいと思います。はい、そしてですね、全部純正品だそうですよ。フォークもね、コルナゴのロゴが入っております。非常に、品質がいいです。はいね、こんな感じで、できています。今のところギアは、8速なのかな、ついています。まあこれをあえてさらにクラシカルにするのもよし、あえてこれをめちゃめちゃ先進的な、最近出たね、80万超えの、カンパニオーロの、スーパーレコードをはめてもよし、何にしたって黒森っていうのはね、あのおしゃれになってしまいますし、黒森のしなり、これに乗ってみたかったんですよ。なのでもうこれがね、あった時に、これはいらないって言った時にもうね、飛びつきましたよ。はい、もうめちゃめちゃ早く、これを完成させたいところですが、勤務がね、なかなか忙しいんで、でゆっくり作っていくと思うんですけども、コルナゴ号、モコフィットネス号ですね。はい、これが完成した暁にはね、いろいろなね、各地に回ってサイクリングオフ会などもしたいです、これに乗って。はい、なのでこうご期待ということです。いかがです、もうめちゃ良くないですか。だからね、僕もやっぱりね、ジジイになったんだなと思います。黒森とかね、ずっとね、こう、まあもちろん好きですよ、エスバーとかの先進的な、あとキャノンデールとかね、ああいうメーカーも全然大好物なんですけども、これはこれでしかないですからね。美しいってこのことですね。はい、ぜひね、黒森オーナーの方、コメント欄に寄せてください。黒森のこういうところはいいよとか、僕もね、そういうコメントをいただいて、こう、モチベーションを上げて、早くね、完成させたいですよ。はい。なので、超絶楽しみです。はい、そんな感じで終わりにしましょう。もう今日はヘトヘトです。終わりにしたいと思います。いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてください。サイクルジャージインフィニット、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。